それでは来週のひでみさんは、次郎です。健康のためにスポーツジムに通い始めました。健康には睡眠が一番だと聞いたので、ジムに行ってマッサージチェアでジュース飲んで寝転がってます。健康最高、スポーツジム最高。さて来週のひでみさんは、卓球でスマッシュを決めてから短距離走で駆け抜けることをピンポンダッシュだと思っている。A5 ランクの和牛はサイズが A5 だと思っている。あの時の金田くん、やっぱり間違ってると思うんだと小3の時の担任から時間差で怒られるの3本です。来週も聞いてくださいね。じゃん。